これ今ミスチルの曲流れたでしょ、流れたんですよ8時半から聴いてる人ね、今ちょっとこの、はい、放送の8時台でちょっと今ミスチルのファンタジーだっけ、はい、ファンタジーです、ファンタジーって曲流れたんだけど、うん、これはまあイノシシ太郎ちゃんがミスチルが好きだからこの曲流したんだけど、はいはい、この曲聴きながらちょっとイノシシ太郎ちゃんがボソッとね、ボソッと一言言ったら何だ、まあ、いや今日本当あの日産スタジアムの方で、ミスチルのコンサートのチケット取ってたんですけども、すげえ取りにくいだろそんなの、はい、結構前から3、4ヶ月ぐらい当たって取れたんだな、はい、で行こうと思ってたんですけど、一応このラジオがアシスタントということなので、そちらを、はい、優先してこっちに、それで俺は怒ってんねん、はい、なんで休まないんだよいや一応その、はい、仕事を一回にしろよ本当に。石澤の時も怒ったな、石澤ももクロのコンサート途中で抜けてこっち来ました、はい、その時も怒ったんだ、なんで最後までちゃんと見ないんだっつってあのな、はい、うちの番組はお前ヨーロッパ感覚でやってんだお前趣味とか家族一番にしろ、はい、仕事仕事でお前エコノミックアニマルだ、はい、お前恥ずかしいことするな俺の前で、はい、行けコンサートそうですね、はい、それがヨーロッパ感覚なんですね、山崎さんだった、そうだぞ、はい、奥さんの誕生日とこのラジオが重なったら絶対に休めよこのラジオ、いやいや絶対家族と趣味を大事にしろ、はい、そうなんすか、当たり前だろお前、はい、何やってんだ山田お前、はい、すいません、悲しんでるよミスチルも、はい、今日山野来てくれなかったなっって、まあ、確かに僕そこだけが心配だったんです、僕がいないってうまくやっていけないかなっていう、お前少しでもミスチル気分を味わおう、はい、俺がじゃあ桜井さんやってやるから、はい、お前コンサート来たいいですか、自分なれ、いや俺すいません、いい、はい、どうもあれ、何だ、日産スタジアム帰ってくださーい桜井さん、はい、答えた今俺の声に反応してくれた、7万人ぐらいいるんじゃないの、元気かい元気だよおい、今日 MC 変な元気だよおー、すげえ客をいじってまずじゃあ、はい、あの行こうかみんな、行こう曲、一発目なんだ、シーソーゲーム、おお意外、シーソーゲーム世界中だ、何だ、ライブバージョンだとすごいな、アレンジ、あれどうした、一発目から、シーソーゲーム、シーソーゲーム、終わっちゃうぞこれ、終わっちゃうぞ、おいみんな歌えるかい、シーソーゲーム世界中の誰もがシーソーゲーム、いやいや客そっち歌ってくる、ゴーの深い攻め痛いシーソーゲーム、コーラス歌わないで、桜井さん、桜井さん、あやまちを繰り返す人生ゲームシーソーゲーム、いやいやそっち歌えよ、イノシシが歌ってる、イノシシが歌って桜井さんがシーソーゲームしか歌ってない、逆転させないでよどうだい、いやまあよかったよ、いつも違うバージョン見えたよ、もっと歌って、風が気持ちいいよ、おーにさんさん、そうね、風気持ちいいですね、あということはなんか次風にまつわる曲歌うのかな、今日、今日はみんな、うんうん、特別ゲストが来てくれてます、え、そんな時あんまないけどな、加山雄三さん、なんでなんでだ、仲いいな、うん、あ、今日はどうもお招きに預かりありがとう、ちょっと似てるな、ちょっとじゃあ一曲歌わせてください、加山雄三さらい、なんでライブ始まったばっかですね、ラストの曲みたいですけどあなれてもあなれてもみんなキョトンとしてミスチルのコンサートでさらいってすごいね、過ぎて穏やかな君の暮らしに負けてしまい、桜井さんどうしたのね今、そうで桜井さんじゃないですか、動き始めたさらりの空は悲しいほど青く澄んで胸が震えた、ちょっとでも味わえたかな、いや7万人が何これって多分言ってました、加山さんの登場で言われて、いやだからもう言っとくけど、はいはい、次コンサートあったりとかそういうことあった時は休むように、
はい、わかりました。ノッチさんが一番偉いだからこの番組で言うと、ノッチさんは趣味のトライアスロンですぐ休むんだけど、俺去年一緒に走ったとしてあの人は半分しか来なかったから。それはいいんですよね。それがいいんだよ。そうですか、はい、それがヨーロッパ。はい、あの人ヨーロッパ感じがしてますよ。あの人ヨーロッパなんだな。もう2ヶ月休んでいいんだから夏休みですっつってこれがヨーロッパなんだ。なるほど ね、 ゆったり休暇を取ってバカンスを、はい、で、それをいいなっつって日本人がちょっとずつヨーロッパの生活とか様式美を真似していってるけど、うんはいはい、そうやって日本人が夏休みいっぱい取れば取るほど、うん、ヨーロッパ人徐々に休み減らしていってるからね。 あら注意しろ。逆転、逆に注意するの、うん、あいつら作戦だね。あいつら作戦だから。なるほど、経済大国になろうとしてるのね。思想がよくわかんないちょっとわかんないよね。ラジオネームオレンジミカ FM 長野、はい、山崎さん、山野さん、はい、さっき有吉さん家族のために休んでいいと言っていましたが、うん、自分の結婚式でラジオを欠席した新妻さんはよく知る、はい、尻にコーヒーをぶっかけられていたような。あ、そうだったんだ。気がします。ほら、ほら。どちらの行動が正しいのか、実は誰にも分かりません。ほら、引っ掛けの場合ありますからね、これ休んだら。そっか、そうか、そうか。万が一今日も。新妻はダメなの。あ、新妻がダメなの。新妻だけはダメなの。新妻はなんかもう、女装ばっかりして。よしってんね。女装して、綺麗、はい、私綺麗でしょって言ってるから、うんはい、ちょっと間違ってるから、芸人として。なるほど。だからそれは、新妻にはちょっと、ヨーロッパ的にはいいんだけど、うん、芸人としてダメだからちょっと怒ったけど、うん、お二人はいい、いつ休んで。ああ、本当ですか。山崎さん、リハビリ本当に頑張るんだったら休んでもいい、大丈夫。これ休んでもちろん、急にこの時間に何するの、ここで休んでリハビリ何するのは知らないよ、うん、自分でやってしっかり歩いたり、そうですね、競歩したり、今日歩くから、うん、そう、今日休みます、ね、そうですよ。応援します。外でもできますからね。そうよ、僕ら見てるから、回ったりしてね、絶対そう、はい、そういうラジオだから。いや、だから自由にやって、どんなラジオだよ、自由にやって、はい、俺が別にいつも文句ばっかり言ってるラジオじゃない、うん、俺はあなたたちに焼きごてを押す人間じゃないよ。あら、背中を押す人間でありたい。おー、うまいよっ。ぼっちゃん、ぼっちゃん、有吉が太鼓持ちに囲まれてダメなんですよ、これ有吉さん。こんなんでよって言われてたら、ニュースのためなら、ニュースやろうよ。ニュース行きましょう、ニュース行きましょう、はい、うん、はいはい、じゃあニュース、じゃあ行きましょうか。よい、ちゃんとやれよ。ほら、精神不安定なんだよ。味わえたかな。いや、7万人が何これって多分言ってました。加山さんの登場で言われて。いや、だからもう言っとくけど、はい、次コンサートあったりとかそういうことあった時は休むように。はい、わかりました。ノッチさんが一番偉いだからこの番組で言うと、ノッチさんは趣味のトライアスロンですぐ休むんだから。俺去年一緒に走ったとしてあの人は半分しか来なかったから。それはいいんですよね。それがいいんだよ。そうですか、はい、それがヨーロッパ。はい、あの人ヨーロッパ感じがしてます。あの人ヨーロッパなんだね。もう2ヶ月休んでいいんだから夏休みですっつってこれがヨーロッパなんだ。なるほど ね、ゆったり休暇を取ってバカンスを、はい、で、それをいいなっつって日本人がちょっとずつヨーロッパの生活とか様式美を真似していってるけど、うんうんはいはい、そうやって日本人が夏休みいっぱい取れば取るほど、うん、ヨーロッパ人徐々に休み減らしていってるからね。 あら注意しろ。逆に注意するの、うん、あいつら作戦だね。あいつら作戦だから、ね、なるほど、経済大国になろうとしてるのね。思想がよくわかんないちょっとわかんないよね。ラジオネームオレンジミカ FM 長野、はい、山崎さん、山野さん、はい、さっき有吉さん家族のために休んでいいと言っていましたが、うん、自分の結婚式でラジオを欠席した新妻さんはよく知る、はい、尻にコーヒーをぶっかけられていたような。あ、そうだったんだ。気がします。ほら、ほら。どちらの行動が正しいのか、実は誰にも分かりません。ほら、引っ掛けの場合ありますからね、これ休んだら。そっか、そうか、そうか。万が一今日も。新妻はダメなの。新妻がダメなの。新妻だけはダメなの。新妻泣き。新妻はなんかもう、女装ばっかりして。よしってんね。女装して、綺、は、麗、いうん、私綺麗でしょって言ってるから、うんはい、ちょっと間違ってるから、芸人として。なるほど。だからそれは、新妻にはちょっと、
ヨーロッパ的にはいいんだけど、うん、芸人としてダメだから、うん、ちょっと怒ったけど、うん、2人はいい、いつ休んで。ああ、本当ですか。山崎さんリハビリ本当に頑張るんだったら休んでもいい、大丈夫。これ休んでもちろんでしょ、この時間に。何するの、ここで休んでリハビリ。何するのは知らないよ、もう自分でやって、うん、しっかり歩いたり、そうですね、競歩したり、今日歩くから、うん、そう、今日休みます、ね、そうですよ。応援します。外でもできますからね。そうよ、僕ら見てるから、回ったりしてね、絶対そう、そういうラジオだから。いや、だから自由にやって、どんなラジオだよ、自由にやって、はい、俺が別にいつも文句ばっかり言ってるラジオじゃない、うん、俺はあなたたちに焼きごてを押す人間じゃないよ。あら、背中を押す人間でありたい。おお、うまいよっ。坊ちゃん、坊ちゃん、よっ、有吉が太鼓持ちに囲まれてた。ダメなんですよ、これ有吉さん。こんなんでよって言われてた。ニュースのためなら、ニュースやろうよ。ニュース行きましょう、ニュース行きましょう。はい。うん。はい。はい。じゃあニュース。じゃあ、行きましょうか。よい、ちゃんとやれよ。わかってない、これ。過ぎた。穏やかな、ほら乗らなきゃいけない、君の暮らしに負けてしまい。桜井さんどうしたのね、今。そうです、桜井さんって前から言ってるね。動き始めた、さらりの空は悲しいほど青く澄んで、胸が震えた。ちょっとでも味わえたかな。いや、7万人が何これって多分言ってました。加山さんの登場で。いや、だからもう言っとくけど、はいはい、次コンサートあったりとかそういうことあった時は休むように。はいはい、ね、はい、のっちさんが一番偉いだから、この番組で言うと。のっちさんは趣味のトライアスロンですぐ休むんだけど。俺去年一緒にやってたとして、あの人は半分しか来なかったから。それはいいんですよね。それがいいんだよ。そうですか、はい、それがヨーロッパ。はい、あの人ヨーロッパなんだね。あの人ヨーロッパなんだね。もう2ヶ月休んでいいんだから、夏休みですって。これがヨーロッパだ。なるほどね、はい、ゆったり休暇を取ってバカンスを、はい、で、それをいいなっつって日本人がちょっとずつヨーロッパの生活とか様式美を真似していってるけど、うん、はいはい、そうやって日本人が夏休みいっぱい取れば取るほど、うん、ヨーロッパ人徐々に休み減らしていってるからね。 あら注意する。逆で逆に注意するの、うん、あいつら作戦だね。あいつら作戦だから、ね、なるほど、経済大国になるとしてもね、うん、思想よく分かんないちょっと分かんないよね。ラジオネームオレンジミカ FM 長野、はい、山崎さん、山野さん、はい、さっき有吉さん家族のために休んでいいと言っていましたが、うん、自分の結婚式でラジオを欠席した新妻さんはよく知る、はい、尻にコーヒーをぶっかけられていたような。あ、そうだったんだ。気がします。ほらほら、どちらの行動が正しいのか実は誰にも分かりません。ほら、引っ掛けの場合ありますからね。これ休んだら、そっかそっか、そう、万が一今日も新妻はダメなの。新妻がダメ、新妻だけはダメなの。新妻はなんかもう女装ばっかりして、よしってね、女装して綺麗、はい、うん、私綺麗でしょって言ってるから、うん、はい、ちょっと間違ってるから芸人として。なるほど。だからそれは新妻にはちょっとヨーロッパ的にはいいんだけど、うん、芸人としてダメだからちょっと怒ったけど、うんうん、2人はいい、いつ休んで。ああ、本当ですか。山崎さんリハビリ本当に頑張るんだったら休んでもいい、大丈夫。これ休んでリハビリ、もちろん。急にこの時間に。何するの、ここで休んでリハビリ。何するのは知らないよ、もう自分でやって、うん、しっかり歩いたり、そうですね、競歩したり、今日歩くから、そう、今日休みます、ね、そうですよ。応援します。外でもできますから。